ントの吉川です。本日のゲストは村岡智則くんです。よろしくお願いします。村岡君はマーシャルアーツを最初に始めたの？もともとジャッキー・チェンが好きで、おでスタントマンの最初養成所に入ってたんですよ。なるほど。じゃあ、ジャッキー・チェンに憧れたってことは映画に出たいと思って上京したって感じ？ジャッキー・チェンの映画を見た時にすごいな動きがスタントとか、まあ、そこに憧れて始めたのがきっかけですね。学んだのは、中国武術と機械体操と、あと時代劇 の刀の盾アクションとか、普通のボディアクションですね。あとダンスとか、まあ、演劇も一応学べる学校でしたね。それで学校を卒業してヒーローショーですね。先輩たちのお面をつけに行ったりとか、下積みというか付き人みたいな。ヒーローショーで初めてデビューだったと思います、確か。その時どんな感じでした？いや、最初はジャッキー・チェンになりたいのになんで俺ヒーローショーやってんだろうなそしてまあそんな感じだったんですけど、実際やってみるともう皆さん本当すごくて、やってることはもう変わらないので、もう本当にもうすぐのめり込んで楽しくやってましたね。俺ら2人出会った頃は、はい、もうシルク・ド・ソレイユに入りたいっていう風に2008年に、東京に Z っていうシルク・ド・ソレイユのショーができて、でそれをまあたまたま見に行ったんですけど、もうサーカス全く興味なかったんですけども、見た瞬間に本当に引き込まれて、まあ、そこからやってみたいなっていう思いがもうどん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 膨らんで変わっていった感じですね。どこのショーに出たいとかっていうのも、何でもいいから出てみたい、もう出れればどこでもよかったんですけど、まあ自分のそのパフォーマンスのジャンルとかいろいろ考えたりすると、カーに出たいなとかいう思いは本当強いですね、今でも思ってます。そっかそっか、カーだったらジャッキー・チェンのようにアクションもして、それもライブエンターテインメントになってるし、そうですね、もう最高やんね。で、2019年にビバフェストでちゃんとお話しする機会があって、で、あの時にね、演技でマーシャルアーツ取り入れた棒術をするようになって、で、あの後日本に帰ってシルク・ド・ソレイユからメールが来て、まあ、ズーマリティっていうショーがあるんですけど、そのショーに興味があるかっていうふうに初めて向こうからメールが来て、基本的にメールを、まあ、たくさん送ってるんですけど、99.9% 返ってこないっていうのがまあ普通で、それズーマニティって言ったらラスベガスならではの、ならではですね、シルク・ド・ソレイユの中でもアダルトなヒューマンとズーが合体した、もう人間の欲望を全て出すショーというか。そうですね、その中でどのアクトに呼ばれたのかな。男性と、男性のマーシャルアーツで戦うような、まあ、檻の中に入るんだよね。そうですね、檻の中で男性と男性が戦い合って最後キスするっていうシーンなんです。そういう演目なんですね、男性愛を表現するのような、ズマイティの中でもすごい異色な感じというか、面白い演出だなと思ってるところだったんだけど。そうなんですね。実はね、ズーマニーってめちゃくちゃ憧れてたんですよ。あ、そうなんですか。そうなので、メッセージくれて、そこからですね、向こうのキャスティングの方と英語でのメールでのやり取りが入るんですね。その時はですね、
早ければ、年末にからリハーサルがスタートしますというようなメールだったんですね、うん、もうここすぐだと思って、もうそこから全て仕事をもう全部キャンセルして待ってましたね。その後2月の後半になって、うん、またメールが来たんですよ、うん、で興味まだある？いやもちろんありますと、ね、もちろんあるよねもちろんありますということで返したんですよ、うん、そしたらズームランジの演出をされてる方がスカイプでお話ししたいとやってみたんですよ、うん、自己紹介ぐらいまでできるんですよね、うん、まだ、うん、だけどショーの内容を言われてから、あもうダメだもうわけわかんないと思ってごめんなさいちょっとわからないっていうことで、うん、今度改めて通訳を入れて、うん、もう一回やりましょうっていうことで、うんうん、改めてセッティングしていただいて、うん、で、はい、一応無事になんとかいろんな方のアドバイスのおかげで面接が終わったんですよね、うんうん、でその後にあちょっと全然ダメだったなって思ったんですけど、3月に仕事を、日本での仕事の話があったの で、うん、で仕事を受けてしまってたんですよ。3月から5月の6日までのお仕事で、でもうそれが決定していた段階での面接だったんですね、その、うん、シリコンスレイの面接が終わってもう3日後ぐらいにメールが返ってきて、もう正式なオファーだったんですね、うん、でもめっちゃ喜んだんですよ、うん、喜んだんですけど、よく見ると日付が4月8日からラスベガスでリハーサルって書いてあって、でうわどうしようと思って、3月から仕事が決まってるし、もう5月まで仕事だから、その途中から抜けることはできない、やばいどうしようと思った時に、もうこれダメだと思って、もう正直にシルコスレイの方にもうどうしてもこっちで大事な仕事があると、5月6日以降から行かせてもらえませんかっていうふうにメールで返したところ、5月7日から正式なオファーのメールが届いてっていうような、ことがありました。普通はね、4月からお願いしますって言われて、そこでダメって言われたら普通はダメなの、本当あかんって言われることの方が多くて、結構いろんな人がねオファーもらって、はい、日程が合わないでその話が流れるっていうことは結構あったから、あやっぱそうなんですね、うん、そうそう、だからそこの時にそれでも1ヶ月遅らせてでも来てくださいって言ってくれたのは、もう村岡君のファッション気持ちと、あとはその性格と誠実なところが全てこう向こうに通じたんじゃないかなって思う。でね、その後にね、ラスベガスのショーが、その時はもうコロナの影響もあって雲行きが怪しくなってきた頃に、そうでしたね、ラスベガスで行われてたランっていうショーがクローズになったんだよね。そのランがクローズしてしまって、うん、その影響でそのランの契約しているアーティストの職場を確保するために、そのマーシャルアーツのズーマルティの枠はランのアーティストを優先させたいっていうことで、オファーの撤回のメールが届いたんですね。本当自分をこう、まあ、認めてくれた事実は、うん、本当に嬉しくて、もう今までメールも本当返ってこないし、オーディション受けても受からないし、さすがに10年も目指してるとなかなかモチベーション保つだけでも大変なんですけど、うん、やっぱり、まあ、認めてくれたっていう事実だけは、うん、今回本当に嬉しかったなっていう。それはもう本当に自信になるよね。いや、なりましたね、自分の中で、うんうん、あ自分のやってること間違いじゃなかったなっていうか、うん、いろいろなことが無駄じゃなかったなっていうふうに思いましたね。自分はこういうことがしたいとかって何かありますか？日本の昔話とか、うん、日本の民話とか、うん、すごい好きで子供の時に、うん、でなんかこういうの日本の昔話とか民話を題材にして、うん、子供と一緒に見れて楽しいねっていうようなサーカスを、うん、いつかやってみたいなっていうことはありますね。いや、今日は本当楽しいお話をありがとうございました。はい、ありがとうございます。こちらこそ。本日のゲストはマーシャルアーティスト村岡智則くんでした。
ありがとうございました。ありがとうございます。